とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はレベル上げやっていきます。この前、ウィーバーでレベル上げしたんですけども、うまくいかなかったんですよ。で、コメントありがとうございます。スイッチの場所あたりに引っ掛ければいいんですよね。やってみたいと思います。で、装備変えました。確実にダメージが減る、大釜のアーマーですね。これに火炎フォーカスと火傷と最後の叫び、あと霊気がついてますね。で、プラスで、武器に採掘者4で、弓にも採掘者4です。で、最後の叫びで魂のヒーラーと回復のトーテム、風のホルンが発動するようにしてます。さあ、どうなるだろうね。スイッチのところに引っ掛ける。引っ掛かる？あ、ここか。あ、なるほどね。ウィーバーこの辺にいたとしたら、ここに引っ掛けるんだ。で、自分がこの辺にいれば、はい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 。蜘蛛の巣を撃ってきても大丈夫ってことか。オッケー、ちょっと行ってみよう。場所ね、場所ね。大事なのは。この辺？どう？あ、ちょっと待って。オッケーオッケー。引っかかった、引っかかった、引っかかった。クリーパーもまあまあそこそこ倒せる。ちょっと待って。あっちのクリーパーちょっと倒したいな。あっちのやつもちょっと倒したい。気づけ、こっち。気づかんね。なんかね、全部出てきた方がやっぱね、お得じゃない？なんで、これで。おお、いいね、いいね、いいね。あ、ちょっと待って。ウィーバーのところに一体いるよ。あれ、鬱陶しいな。オッケー。いけてる。こういうことか。あ、まあ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 、常にね、敵を倒し続けるんで、いいよね。で、たまに爆発もらう時もあるんだけども、まあ、HP が減ってきて、最後の叫びが発動する。で、ソウルヒーラーとトーテムで確実に回復できるでしょ。で、その回復中に寄ってきたのもホルンでぶっ飛ばせると思うので、大丈夫じゃない？ OK。ちょっと HP 減るまで待ってみるか。いやいや、結構時間かかりそうだけども、待ってみます。お、そろそろ HP やばくなるか。で、あれね、採掘者で金も出るかと思いきや、金は出ないね。エメラルドのみ、採掘者は。あ、これ金も出てくれれば、本当に激うまだったんだけど。でも経験値はね、溜まってる、溜まってる。おー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 おおお。あ、ちょっと待って、ダメだ、ダメだ。ダメだ、ホルンが発動すると、ウィーバーが動いたね。あ、でももう、もう動かさないようにすればいいんだ。ちょっと待って、この辺で。ちょい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 。引っかかれ、引っかかれ。引っかかれ。オッケー、ここら辺いい。いや、ダメだ、ダメだ、ダメ。ちょっと待って。いい場所に。ちょっと待って。これね、ホルンいらない。ホルンあると、ダメだわ。別に何でもいい。ホルンのところは別に何でもいいか。まあ、ドラあたりにしとけ。あ、ここだと引っかかってる？あ、ウィーバー引っかかってるね。あ、いや、引っかかってない。バカ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 、こっち来んなって。お前らこっちに来たらダメなんだっては。いや、さっきめちゃくちゃいい場所に引っかかってたんだけどな。オッケー。いや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 、いい？そこいい、そこいい、そこいい。ちょっと待って。ちょっとウィーバー引っかけるのほんと難しい。ほんとに難しい。でも引っ掛ける場所っていうのは大体分かった。なんとかはめましたね。これで、ね、はめるのがなかなか難しい。で、金も採掘者とは別にたまに出るんですよ。たまに出るので、まあ、放置してたらそれなりにたまるのではないでしょうか。ただね、アイテムがね、結構出るのよ。これアイテムが全く出ないんであればよかったんだけども、
それぐらい出るってなるとちょっとね落ちる可能性があるんだよね。大釜のところもなんか放置しすぎてると落ちちゃうんですよ、重くて。なのでそうね、レベル上げこれ結構美味しいと思うんですよね。エメラルドもあと黄金もね出てきてくれるんで美味しいんだけども、どうなんだろうな。やっぱりレベル1000超えてくるとなかなか上がらないんで、これ放置したところで多分そうね10時間放置してレベル1か2ぐらいしか上がらないんじゃないかな。そうねこれプレステの負担にもだいぶなるだろうし、ああこれダメか、抜けてきた。たまにこう抜けてきた時にやっちゃう時があるんでね。いやーこれは難しい。でもまあはめ方っていうのが大体分かったのでよかったっすかね。まあとにかくはめるのは難しい、難しいけどもはめてしまえば本当にね簡単に、無限レベルアップできます。でもねこれなかなか機械への負担はでかそうです。はい、よかった、こんな感じでできましたよ。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。